お願いします。お願いします。まずは千葉戦の振り返りをしてもらいたいんですけど、はい、まあ、久しぶりの、勝ち点取れて、でまあ、生駒選手にとっても久しぶりの、センターバックでの出場となりましたけど、まあ、振り返ってみてどうでしたか？まあ、結構相手にも攻め込まれる時間帯とかもあったんですけど、みんなでこうハードワークができて、久々の勝ち点1ということもあって、まあ、チームとしてはプラスな勝ち点1だったんじゃないかなとは思ってます。本当、まあ、立ち上がりから、まあ、後半途中ぐらいまでは、まあ、ずっと千葉のペースかなと思ってたし、まあ、苦しい時間帯が多かったかなと思うんですけど、はい、まあ、生駒選手がそこで出場するときにはどういったこう気持ちというか意識で、出場しましたか？もちろん守備の選手なので、センターバックのポジションに入って、こう、 うまくいい感じの流れで攻撃にも試合が流れてたので、その流れを崩さないようにまずは簡単な落ち着いたプレーというか簡単な選択をして、こう少しずつ慣れてきたら難しい縦パスとかをちょっと攻撃のアクセントになるようなプレーをしようと思って心がけて、まあ、守備の面ではやっぱり相手のフォワードのサウダーネス選手が起点になっていたので、そこを起点にさせないようにっていうプレーを意識してやりました。今年はサイドバックでの出場が多かったんですけど、その久しぶりのセンターバックはどうでした？スムーズにやりました？そうですね、その週の練習でも少しずつこうセンターバックのポジションで練習して、サイドバックとは違っては結構プレッシャーを受けないというか、うん、余裕を持ってプレーができていたので、まあ、スムーズに、まあ、今までやっていたポジションなのでスムーズにプレーできたのかなと思ってます。その右サイドバックでプレーしてこう見えたもの、得たもの、そういったものは何かありますか？やっぱりプレッシャーの受け具合というか、そういうのが全然サイドバックとセンターバックでは違っているって感じて、まあ、今までよりもセンターバックのポジションに入った時に余裕持って周り見えたり、うまくこう前の選手を動かせたりっていうプレーを、自分のプレー範囲というかがちょっと余裕を持って見えるようになったのかなとは感じてます。千葉戦の次の日、J1 の広島とのトレーニングマッチでしたけど、2対1での勝利、これもすごい自信になったんじゃないですか？そうですね、相手の前半のメンバーもあの J リーグの試合で出てるスタメンの選手たちばっかで、あの代表の選手とかもいたので、うん、もちろん相手からしたら下のカテゴリーなのでやりにくいっていうメンタル面の部分もあったと思うんですけど、僕らも全力でぶつかるだけだったので、全員がこう試合に出れない気持ちとかそういうのもいろいろありながら全力でプレーした結果がこう勝ちにつながったのかなと。ゴールも決めましたけど、素晴らしいミドルシュートでしたけど、はい、狙い通りですか？狙い通りそれはあれですか、サイドバックでのプレーが生きたりもしている部分とかあるんですか？あの場面は、まあ、こぼれ球でした、ね、こぼれ球だったので、まあ、でもああいうこぼれ球っていうかシュートは結構、まあ、苦手な方ではないので、なんかイメージ通りに打つことができたかなと。どうですか、この J1 のセンターフォワード、まあ強力な選手たち多いかと思うんですけど、はい、プレーしてみて。すごい点も取る、フィジカルも強い、スピードもある選手だったので、まあ、でもそこは、なんていうんですか、ヨシキ君と一緒にセンターバックを組んだんですけど、一緒にチャリングとかばしながら、前の選手が結構守備を頑張ってくれていたので、まあ、僕らはそこを狙うっていうだけだったので、結構やりやすかった。いや本当、まあ、素晴らしい勝利だったし、次に生かしてほしいなって思うんですけど、はい、まあ、話変わって、今年から背番号が24番から22番ですね。はい、そこはなんかこう、自分から伝えたんですか？
そうですね、自分から言いました。どういう意図というか。まあ、去年まではソヤ君がつけていて、はい、であの僕、中学高校であの個人バンドっていうか、はいはい、個人ユニフォームがその時22番をつけていて、でそれでプロ1年目の時にも、うん、中澤優衣選手さん、中澤優衣さんがつけていた番号で憧れの選手でもあったので、22番が空いて、宗谷君に連絡してつけていいですかって連絡して、いいよ、喜んでましたそう、中澤優衣選手と1年目一緒にプレーして、はい、どういうところがすごいと思いました？やっぱりあの年でも、はい、あれだけのプレーができるっていうのが、その普段の練習の取り組みであったり、それ以外の部分でを見てきて、だからこのレベルでずっとできてるんだなとも感じて、やっぱりそこはプロってこういうことなんだなって1年目ですごく感じることができて。じゃあもう目標とする選手の期待ですか？プレースタイル的にはどうですか？そういうスタイルも真似していきたいと思ってますか？まあでも、それぞれ、まあ、僕のいいところもあるし、悪いところもあるので、もちろん、僕に必要な、もっと戦う部分であったり、そういうところは、見習うというか、もっと取り組んでいかないといけないとは思ってます。その、まあ、マリノスでの経験だったり、まあ、北九州に来てからの、経験もあるけど、順調にこう成長しているなという感覚だったりっていうのはあったりしますか？そうですね、まあ、周りの人から比べたらまだ遅れてるっていう僕も思ってる自分がいるので、そこは何とも言えないんですけど、まあ、少しずつこう試合に出ていく中で、うん、やっぱり試合に出るって大事だなとはすごく感じますし、その出ている中でできている部分、できていない部分もあるので、そこはでも少しずつですけど成長しているのかなとは思います。今年さらにこう成長していくためにはどういったことが必要だと思いますか？やっぱり今まではこう上の人たちに引っ張ってもらっていたところもあったので、まあ、今年は若いチームっていうのもありますし、まあ、今試合にこう出させてもらったりしてもいるので、やっぱり自立というか一選手としてこうチームを引っ張っていく覚悟をもっと持ったら、自分にも余裕ができますし、こうもっとそういう気持ちを出していかないといけないかなと思います。いや、ちょっと話聞いてて、まあ、去年一緒プレーしてて大人になったなまだ何ヶ月しか経ってないけど、いやすごいたくましくなったなと思うんで、まあ、その調子で、はい、まあ、どんどんチームを引っ張っていってもらって、まあ、次あの順位も近い相模原戦ですけど、はい、絶対勝ってほしいなと思います、はい、サポーターの方に最後メッセージをお願いします、はい、次の相模原戦では、まあ、天皇杯でも負けてる相手ですし、まあ、同じ相手に二度と負けられないので、まあ、何が何でも勝ち点3を取ってこの北九州に帰ってきて、サポーターの皆さんと喜びを分かち合えるように全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。期待してます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。